相変わらずアグレッシブやな。ゴッパチ男がでかすぎですね。まあね、あの東京からもうこっちに来てしょうがなくて、いろいろ溜まってたんで、今日は、こんな感じでやります。大丈夫、いけてる、いけてる、いけてる、オッケーだ、今日。まあ、あの今日はあの本当にあのこれをすると本当はあの、まあ、3年生でね、あのプラス、サポートをユニットでやって、あの、まあ、これをすると知らない方は、まあ、知らない人は多いと思いますけど、まあ、東京はですね、杉並区っていうのが朝から止まりまして、それでこの T シャツの、作ってる、シカゴプラネイムっていうところがある、まあね、そうそう、日本ではあのーまあ、有名な無名なあのインディーズ、ブルースインディーズで、ろくでもないやつ、ろくでもないやつが始まったっていうことで、そこから地下の、なんか地下の感じだね、向こうの、ブルースインディーズ、そこからこうね、よし、今度はこっちだって感じで、地下5枚でやってますけど、まあ今日はあの先輩のね、あの地下2号目で出てきたり、違った地下活動をしてこの人まあ、皆さんとなります。いやもう、もうゾンビみたいなもんですよ。ゾンビ服かに行こうかな。でも本当今日はもう京都の素晴らしい2組ですね、森栗さんと、はいはい、チキンブルー、あ、チキンビール、ビールブルースバンド、しかもチキンビールなんか全部いらなかった。今日お客さん入りすぎちゃって、もう僕はその感染の人で見せたんですけど、そのなんか見てると結構ごまかせるっていうかね、何かごまかせる、音だけ聞いててみんなすげえ目の音もね、もう参りました。やっぱ京都がやっぱり思いますか、京都ですよ、東京でも通用しますか、ありますよ、もう東京だから、東京で通用するってチキンビール、東京シーンの目当てあ、でも昨日すれば若いまで浮いてたね。どうでもいいんだよ。じゃあ今度あのジロキー呼んだって。ジロキーの財源でコロナになってからいろいろしげたくなってね、いろいろうるさいことも言ってますよね。マイケルや、それは置いといてね。そんなわけで今日はですね、コールセットの、まあ、ドラムがね、あのコロナで今日来れないので、そう、ベースのマサブイと、ロックの、今回は強力な助っ人イエイと松井亮さん、ギャラスのモス、懐かしいです。ギャラスのモスの伝説のギタリストがね、ギャラスのモスと一緒に来て、ジロキシであのキンキラの衣装を着て演奏した苦しいこと、苦しい清水の人伝説ばっかり、伝説ばっかり、ややこしいな、締めてないのに言ってないけどね。そんなわけで、あともう一人ね、今回もこのツアーをもう食べ役所で、しっかりお世話になってます、もう京都ナンバーワンギタリストの座を狙ってるっていうかね、ラッチフルタ、ありがとうございます。今日は皆さん助けを借りて、やってくれます。コロセットもですね、本当このコロナの中で3万円のアルバムを出して、ツアーをするとき、それが2年伸びて、また来年はね、何としたらいいんですけど、ね、今日はまだコロセットの仕入れを凍ってない人、ね、あれの新幹線代をくれって感じで、少し用意してます。しかももうすっかり値下げしても何年も経ってますから、1枚1000円でファーストとセカンド売ってますんで、ぜひよろしく、そこに置いてあげてください。そう普段はいくらなんですか、本当は。2100円です。2000円、それ今は。今は1000円です。安い。最初の1年間割引していけないって、友達なら買ってくれるやろっていう。しんちゃん、T シャツ出てる。T シャツはついてますよ。まあ今回ついてますよ。1000円のT シャツはないだろう。そう。9000円で1名。汗着てるやつね。いいなそれ。そんなのであのセダンダルゴの一発目入ってるけどね、金もやったのに、宝石もやったのに、あの野郎出てったって、そんな経験ある男の人いますか？ね。
宝石は運んでますよね。ブルースターズ大体ここであの野郎は今度だったらサーティングスペシャルであとぶち抜いてぶっ殺しやって言ったんだけど、これもね天下のサムコック先生ですから、それでも俺は待ってるよって、ね、すごいな、優しい、俺は待ってるぜ石原裕次郎みたいなね。古いな。俺が我々になる方は昭和を愛してる昭和のラブリー世代です。そんなわけでじゃあ俺は待ってるって言いましょう。ブレイングエッパーも本当に皆さんの掛け声だね、と思いが If you everIt's a good one.
かうちらはなかなかよくない。そんなわけで、じゃあ次の曲は、ドラムをしっかり取ってほしいって言われてるから。そんなもんや。ごしゃごしゃ。ちょっと待って。やっちまったな。よくやっちゃうんです。すみません。逆流するなら、なんでやってたの。必ず、ワンステージ一回やってしまう。クリちゃんかな、ちょっと綺麗なやつ。それ気になるわ。変えたばっかりのカーペット、ビールこぼしてね。一番刺激になりました。じゃあ次の曲ですね。やっぱそのセカンドルームに、不倫の歌を。不倫不倫したことがある人、正直なのか見えなかったのか堂々とって。あ、そうですか。いや、苦しみさんはいや、ないです。あ、なんでですか。したい、したい。願望はある。したい人はあんまりできない。意外と、いや、わかるわかる。願望はあんねん、みんな。願望あるけど、一個になかなか映せんのはもうギャザーズモスくらいですわ。結構映させてるからね、もう問題しばかりですからね。もう検査するばっかり。そんなわけで。しかも、この曲は、裏通りの、お互いが、まあ、家庭になるんですね。歌なんですけど、なんだかわかんないけど、しかも本気で応援しようかというところ、これがいけないです。これはとある、宝石を運ぶ人みたいに遊びならいいんですよ。遊びの不倫は OK ですね。本気の不倫はこれはやる。すいません、そうそういいですよ。だからいいですよ。あ、誰かは言わないけどね、あの遊びの不倫はどうでもいいですよね。伝えられちゃったね。やばいやばい。じゃあそのいけない裏通りの本気の不倫の歌を聴いてください。そう、ダークボーサWe'll be right back.
セカンドアルバムも1000円ですから、ぜひお買い物の際は数に限りますのでね、お願いします。めちゃめちゃいい曲ですね、でもこれ。ねえ、これが不倫の歌とかね、なんでも一生懸命不倫の歌やっちゃうとかね、それが一番あかんの。そこはあんまり深掘りしたらあかんとかや。曲はめちゃめちゃいい。曲はめちゃくちゃいいです。はい、これまた見えないです。いや、これセカンドアルバム1000円になっちゃいますので、前の皆さんお酒は飲んでますか？この業は実は長い間寝てしまうと困るので、皆さんお酒を飲んでください。今からいっぱい頼んでますし、お酒持ってる？じゃあここでもね、ここで皆さんの皆さんの何かの縁、一期一会の縁として、東京からやってまいりました。これどうするんですけど、みんなで乾杯を。あ、いいね、いいね。じゃあ、皆様のご多幸をお祈り申し上げ、なんでそんなに言うけど、何でそれ。じゃあご一緒、素晴らしいミュージシャンと素晴らしいミュージックと素晴らしいお客さん、みんなに乾杯。イエーイ。やっぱいい音楽、ありがとう。やっぱ東京の乾杯はやっぱりなんかすっきりしてるわ、やっぱり。ちょっと関西風やと思われるけど、関西はどうなんだろう。関西の乾杯はもっとポテポテでございますよ、もっと。そうか、僕やから。昨日若い者で行ってね、スラドギーの飯、クリスさんとクリクリ合戦やってね。そうコテコテの、クリ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 、もういつ終わんねん、もうクリクリ。もうなんか両者リンゴでしかないけど ねアウトでした。そんなわけで、じゃあセカンドアルバムの宣伝になりますけど、これもね、マネージャーブルースでもうこんなとこにほっとかれたら、俺はもう泣いてるしかないんだ。だけど、ああ、それなのに、それなのに、この思い、すごく高いなっていうね、見え切らない男の歌です。男とか分かんない、女の私も、時の過ぎるままに切るわけです。
so long, so long. Gonna believe in a beautiful so long, so long. マスイリオサク君のドラムは、お願いします。イリオサク、イエー。でも煽りはしませんこれ。今日歌っての希望で、まあでも煽らぬで、そう煽らぬで、で、あのそろそろノリノリ曲いこうかなと思って、ちょっと暗いの過ぎましたね。こっからちょっと。もう後半ですね。あ、ね、まだやんなかったです。まだやります。正確期待から。そう。あの今ね、エルヴィス・プレスリーさんがね、皆さん見ましたか？見た見た見た。良かった。良かった良かった。ね、プレスリーもあのこんな頭にドーナツのマークがついちゃってね、死んじゃった。
ありましたよね。違うのがどうなすか、どうなすか、違うのがさ、あのやっぱハードドアとかね、糖質を取りすぎちゃって死ねたって話でした。本当ね、俺言ってたんだけど、プロスリーマンは有名ですよね。お前は猟犬みたいに追いまくってんだよ、お前の友達じゃねえって、なんでこれこんなとこついてる。でオリジナルはですね、多分ビッグママそうかそうですね、ソルジャード入ってきて、皆さんじゃあそのソルジャード入ってきて、ご承知にファンキーになります。ハードロッキーをですね、
やん。練習してるじゃん、おっちゃん。やるなぁ。やるとは思ってたけど。悪いじゃん、悪いじゃん、悪いじゃん、悪いじゃん。じゃあ、声優まさみが登場しますね。あと2曲ぐらいかな。皆さんの、京都のパワーをバンドにください。We'll be right back.
で一番危険なとこ。Thank you.
ムシ本庄生徒マカズメシニアフロム東京ありがとうございました。いやほんまにもうしんどいわもうありがとう。あの東京でやっててお前のプロセスただのハートコンだって言われますけどただのハートコンでした、じゃあ最後にしてくねありがとう。ありがとう。本当に。京都は最高だね。京都は最高。当たり前。当たり前。京都以外はないな。いい。昨日も和歌山最高言ってたんだよ。和歌山しかないんだ。言ってたぜ昨日。最高ってのいっぱい出てきた。京都最高やろ。京都最高本当にね。考えてみたら10年前に我々もうち向いてたんで姿をしてなかったんですけど10年前にね最初にあの、京都に来させてもらって、まあ、そこで皆さんでね、素晴らしいこのなんていうか音楽のコメディをねなんて言って、それからいろんなところに行くようになりましたけど本当にも皆さんに本当に感謝します。京都は最高です。ほんま陽気来ていただいて今日ほんまにありがとうございます。おじいもありがとう。明日は大阪で同じこと言うかもしれないけど、ストーカーなんですよ。最高。そう。明日は大阪最高。明日は大阪です。明日もね、やりますんで、もし、湘南ルーズ、どうしたらね。明日はルーズですね。ルーズで。やりますね、皆さんね。楽しみしてください。あと、帰り新幹線で帰ってんで、CD、ぜひよろしくお願いします。わずかになったし、これやっとサードアルバムを作れるかなって思ってますので、ぜひ最後の一口をよろしくお願いします。じゃあ、そのセカンドに、最後に、盛り下がるんだけど、あの一般ピープルはこれが入ってるか入ってないかっていう。いやもうええやろ、あのやかましいのは。そう、これ以上だったらね、みんな言っちゃられるよ。どうぞ、京都は最後はあのお茶漬け食べてすぐ帰ります。最後にね、天気人ダメでしょ。どうぞ、そのコテコテの濃いのもええもん。皆さんに感謝を込めて、最後に入れていきます。皆さんご存じのことで終わります。人の中でできる。
て。もう一回行こう。